今日はありがとうございます。ありがとうございます。気楽に、あ、わかりました。楽しくやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。なんかね、僕はね、薫堂さんを見た時に、はい、人発見者だなと思ったんですよ。あ、はい、うん、で、あ、これは珍しいな。割にどちらかというと、はい、自分を発見してもらいたいって人が多いじゃないですか。あ、はい、まあ、これ、まあ、生きてる以上当然だと思うんだけど、薫堂さん、割にというか、今まで目立たないけど絶対的に重要な人をこう前へ押し出すっていう仕事をずっとしてきたような気がするんですよね。しかもあまり目立ちたがらない人たち、はい、どこのことは雑で恐縮なんですけど、まあ、職人芸でそのちょっとこう気難しくてみたいな感じの人たちをこうガッと前へ持ってくるようなところがあって、で今はその人たちがもう何十年やってますかね、料理の鉄人。料理の鉄人自体はもう今やってませんけど、うん、まあ、海外ではやってますけど、うん、最初にやったのが90何年でしたっけ、もうね、ずいぶん経ちますけど、相当経ってますよね、はい、だからそういうところからね、実は僕ね、料理の鉄人気が狂ったようにして見てたんですよ。 ありがとうございます、うん、僕はメディアの仕事に携わるようになったのが大学時代だったんですけど、うん、それでやってるうちに、メディアってスポットライトだなと思ったんですよね。こう光を当てる仕事の一つ、まあ、いろんなメディアには、うんうんうん、機能があると思うんですが、うんうんうん、その大切なものの一つがスポットライトで、メディアがどこにスポットライトを当てるかによって、これはプラスになることもあれば逆もあると思うんですが、そうなった時のその自分のやっぱり使命として輝かせるとか、誰かをスターにするとか、そういうものが好きになってきたんですよ、ある時から。大学生？いや、それはもう大学は卒業してまして、やっぱり一つのきっかけは料理の鉄人という番組をやったことによって、その今まで言ってみれば普通の料理人だった人がまざまざとこう目の前でスターになっていく姿を見て、あるやりがいであるとか社会的意義を感じるようになりましたね。そうだよね、ロシェールの酒井さんなんかすっかり、はいはい、すっかり友人になってしまいましたけどね、一緒に釣り仲間で一緒に行ったりとかね、そんな風になったりとか、どん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 人をつなげていくのがすごく上手だ、はい、上手っていうかな、なんかすごいなと思ったんですけど、でももっとすごいのはなんか 11PM ですね。最初は 11PM ですね。あれって大橋巨泉さんのが終わって、うん、変わったんです、途中で。あ、そうですね。竜太郎さんとか、三枝茂明さんとか、うん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 、吉田照美、うん、村野武典、はいはい、変わった、その新しくなった時からです。そうですよね、はい、僕ね今ちょっと結構ギャップがあってね、野球は巨人、しかも巨人の あの時代だと薫堂、はい、さんいないはずなんだけど、ね、そうですね、まだ高校生とか中学生でしたね。そうですよね。そういうふうに、ああいうそのすごい番組に、ご自分がそのプロデュースっていうんですか、放送作家、それはもう見習いですね。 11PM は作家見習いです、うん、見習いなんて山といるじゃないですか、はい、そこからその次に行くっていうのは、これからの若者にとってはすっごい大事なことなんですけど、きっかけみたいな、さっきスポットライトの話あったんですけど、はいはい、スポットライト当てるにはそれなりのもう実力がないと無理だけれど、その前段階ってのはちょうどきっかけみたいなのはちょっと教えていただきたい。きっかけはですね、うん、やはり好かれる力ってあると思うんですよね。好かれる力っていうのは気が利いてなきゃいけないとか、あるいはこいつがいたら便利だなと思ってもらえるようにするにはどうするか。なので僕は最初ニューヨークに一緒に連れてってもらったことがきっかけで放送作家の人と仲良くなったんですよ。でなんで連れて行かれたかっていうと、こいつがいたら便利そうだからっていう
理由ぐらいしかないんですよ。そんなに英語ができるわけでもなかったですし、ただいろんなものが頼みやすい、ものを頼みやすいっていう、それは一つあるような気がしますね。はあ、なんか言ったら何でも、まあ何でも嫌ですよね。あの料理人の三國さんがやっぱり帝国ホテルの、帝国どうでしたっけ、料理人になった時に上に認められるために誰よりも上手に鍋を磨いたっておっしゃってましたけど、そんな話ありました ね、 はは、ただね、いや僕ずっと学生をもう何千人って見てるわけだけど、やっぱいるんだよそういう子、でもね、上に使いっぱなしで、で使い切っちゃうと、あの次々もこう変えていく人がいるんだよね、そうならないで、あ便利だなこの子はと思っていながら、その次にもっともう一つ上上がるには、そこはどう、それは、やっぱり野心は必要だと思うんですね。野心というか向上心というか、これをきっかけに自分は次にどうしたいか、あるいは今自分がやっていることの何をチャンスと感じるかだと思います。だから僕はあのアルバイトで最初文化放送というラジオ局に入った時に、作家の方の原稿、まあいろんな仕事があるわけですけど、弁当を頼むとかで、弁当を頼む容量の良さで、あこいつ使えるなと思ってもらえる、そう最初のきっかけってそういうレベルじゃないですか。例えばテレビ業界でも会議の時に2000円渡して会議用のお菓子を買ってこいって言った時に、お菓子のセンスみたいなのあるじゃないですか、全部同じ方面ばっかり買ってくんじゃなくて、ちゃんとこう甘いのもあれば辛いのもあるみたいな、それってそのねセンスというか、どこまで食べてのことを考えたりするかみたいなのあると思うんですけど、でそれによって自分のことを認知してもらった時に、じゃあ次に何を自分にとってのプラスに変えるかっていう、そのまずチャンスをつかんだ後に、あの自分をステップアップするためのまたきっかけをそこで見つけなきゃいけないと思うんですよね。で僕の場合はそういう弁当の注文の仕方の容量の良さによって、あこいつ他の AD よりいいんじゃないって思われたとこがあったと思うんですよね。でその次にコピーを、じゃあ原稿のコピーを取ってきてくれとか、でコピーを取るときはただコピー取るんじゃなくて、やっぱりそれを読みながら、あこういうふうに書いていくんだとか、あ自分だったらこうは書かないなとか、一応その自分の中であの咀嚼しながら、その作家の方が書いたものをコピーしてたんですよね。なんかそういうこうちょっとした隙を、ちょっとしたってのは大きいよね。そこにこうどう入り込むかっていう貪欲さはやっぱりあったんじゃないかなと思います。それはもうまずは人のためと言いながら、もう今度は自分のため、自分のため、自分のために向上してるから人のためにはもっと向上できるという、そうですね、そういうその相乗効果が、この間ね、話が飛びますけど、こちら視聴室というパーティーがあったんです。グルナビの、でそこでね、ちょっと喋ってよって言われたのね、だけど誰も知らないわけですよね、秘書の素晴らしいところの秘書たちが、いや困ったな、突然言われたもんだからね、こう言ったんですよ、かゆいところに手が届くのは秘書室だと、もしあなた方が思ってんなら、それは罰だと、かゆくなってるってのはもう社長はもうストレスが溜まってんだと、かゆくならない状態までの、だから、ね、孫の手はいらない、なるほど、そういう人間になってこそ日本企業はすごいことになるんじゃないでしょうか、 あなたたちはその都度ずっと秘書ではない、なるほど、その社長を超えるのはあなたたちだみたいな話をしたんだけど、ちょっと似てるよね。いや今ちょうど僕秘書を募集しようとしてるんで、それちょっと使ってもらう
それでいい人ができたらもういつか会わせてもらえる。